それより雪村君は多項式時間帰着の方法をとっとと探したら、発表近いんでしょ。もう目星はついた。ハミルトンパス問題の応用だ。そうだ雪村君。なんだ氷室。私あなたのこと好きみたい。だが俺が氷室を好きかどうかは分からん。まず好きの定義とは何だ。氷室は何を証拠に俺を好きだと判定した。これは私があなたを好きみたいだと判定した証拠よ。数値については計測できないから概算と考えて。一緒にいると鼓動が早まって夢に出て。なるほどな。雪村君、やっぱりダメよこんなこと。実験の途中だ。逃げるな氷室。よし終了。15時27分から10秒間、いわゆる壁ドン行為。いろいろやってみたが、やはり2人の距離が近づくものは心拍数が高い傾向にあるな。なんだ、もうへばったのか。ならこの状態が一番近いわね。しばらくこうしていましょう。時間が長ければ多くのデータが取れるでしょう。それはそうだが、実験中の氷室の心拍数だ。いずれの場合も高い数値が見られる。質問です。なんか最後のところ死ぬほどリラックスしてる時間があるんですけど。気にしないで。あれからまた氷室と壁ドン実験をしたのだが、最初は明らかに心拍数の上昇が見られた。だが回数を重ねるにつれ徐々に上昇が見られなくなった。ああ慣れたんだな、というような感覚があって、やっぱりこの人のこと好きなのかなって思ったりしたけど、途中からこの人何してんだろうって思えてきて。キャプチャーで解析してみたら驚くべき結果が出たの。木村君がやっていたのは壁張り手だったのよ。どすこい、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 どすこい。